どうもこんにちは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト6二口数字確認した感想について話をしたいと思います。一口目は同じ数字で、二口目二つだけ変更しました。一口目は過去に来てたパターンを入れてんけど、正直これも結構な賭け。ここ最近はこのパターンが全然来てないから、来たら当選できんねんけど、このパターンが来なかったら5等すら当選できへんから。ただこのパターンが来たら、その高額当選の可能性がある。過去に何回か、2回か3回ぐらい高額当選このパターンでしてるから、二口で、できてる。ただ僕は買ってないねんけど、二口でできてたから、ただ欠点はさっきも言ってんけど、来る回数が圧倒的に少ない。このパターン通常の回よりは当選しやすいねんけど、ただ来る回数が圧倒的に少ない。そこが難点。忘れた頃にやってくるみたいな感じやから、まあ可能性は一口目はあるかな。来てくれたらもう当選だから。二口目はどうやろな。最初は40番台予想してたんやけど、40番台はやめて、ちょっと数字変更してんけど、そこはちょっと不安かな。前回42ボーナスやけど、42が来てるから、また40番台来る可能性はあんねんけど、他にその来そうな候補数字があったから、そっち入れたんよな。だからちょっと不安。まあ40番台出たらもう仕方ないって割り切るしかないかな。40番台がその連続で来る可能性はあんねんけど、ただそれ以上にその来そうな数字があったから、だから40番台はやめてその来そうな数字入れてんけど、まあこれで外したら仕方ないかな。まあ二口しか予想してないから、外してまあ当たり前、当選できたら奇跡。たった二口だと普通は当選できへんもんな。たった二口やったら、五口でも当選するのは難しいから。この前がボーナス合わせて2つか。だから明日のロト6は何個一致できるかやけど、ロト6は本当に、その、全く違う数字が来ることがよくある。数字が全く一致しないっていうことがよくあるから、そこはちょっと怖いな。その数字が43個もあるから、口数が少ないと一致数が0っていうのが本当によくある。口数が多かったらその一致数が0っていうのはないねんけど、たった2口しか予想してないから、一致数が全くない、0っていう可能性もある。そこはちょっと怖いけど、でももう僕はこのスタイルで行こうと思ってるから、この二口だったら継続して、できるから。口数多かったらメンタル的にも、きついから、だからもう二口で継続して予想し続けて、絶対に最終的には1等当選したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。